スボボードナやロシアは、ロシア及び、ウクライナの土球戦艦である。ロシア海軍やウクライナ海軍の類別では、戦列艦に分類された。艦名は、自由なるロシアという意味。第一次世界大戦前、ロシア帝国の国会艦隊は、全土球戦艦しか保有しなかった。これらは、ドレッドノートの登場で一挙に旧式化し、 仮想的国であったオスマン帝国が土球戦艦の購入の検討を始めると国会艦隊でも土球戦艦の整備が至急の課題となった。ロシア帝国は国会艦隊向けに3隻の土球戦艦の建造を決定し、その2番艦は1911年6月11日、修理が終わったばかりのニコラーエフ工場造船所協会。 ナーバリ第一選挙に適行した。エカチェリーナ二世と命名された、この艦が、後のスボボードナやロシアである。エカチェリーナ二世は、1914年5月24日に、ニコラーフにて浸水し、同年夏に第一次世界大戦が始まると、その建造は急がれた。1915年6月14日には、勘名は、インペラトリーザエカチェリーナベリーカヤに改められた。 1915年11月30日、インペラトリーツ・エカチェリーナ・ベリーカヤは、会場公務を終えて、実戦配備に就いた。そして、防護巡洋艦パーミアチメルクーリアを従えて、第2戦術機動グループを編成、アナトリア半島沿岸の封鎖作戦に参加した。1916年1月8日、紹介任務に就いていたエカチェリーナは、 オスマン帝国海軍の巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムに遭遇した。射程いっぱいの距離からの5度にわたる、巡洋戦艦の正射はエカチェリーナまで届かず、巡洋戦艦は戦場からの離脱を開始した。エカチェリーナはこれを追撃し、30分にわたり305ミ、mm、リメートル砲弾を浴びせ続けた。最後の正射は、距離22.5キロメートルからの射撃となった。 巡洋戦艦はわずかに砲弾の破片を浴びただけで、無事に、ボスポラス海峡へ逃げ込んだ。エカジェリーナは、その後、1916年2月5日から4月18日に、かけて実施されたトラペズンドへの砲撃作戦に、参加した。1917年に、ペトログラードで発生した2月革命の後、キエフには、ウクライナ中央ラーダが結成された。 ウクライナ人の割合の高かった国会艦隊でも中央ラーダに同調した民族主義、社会主義運動が活発化した。エカチェリーナを含め国会艦隊のほとんどの艦船ではウクライナ系のラーダが組織された。1917年4月初めには国会艦隊のすべての艦船の代表が参加するセバストーポリウクライナ国会協会が立ち上げられた。 教会の名誉会長には、ウクライナ人で、国会艦隊司令官、コルチャーク提督夫人であるソフィーフェードリウナが、選ばれた。1917年4月16日には、エカチェリーナ2世は、スボボードナやロシアに改名された。1917年6月には、臨時政府の政策の下ボスポラス海峡を封鎖のために、同海域における、 嫌い不設作業に従事した。この年を通して、ウクライナラーダは、艦で十分に強力で影響力のある組織へと、成長していった。ウクライナ系水兵は、積極的に、中央ラーダの政策を支持し、ウクライナ海軍創設への動きに協力した。しかし、結局のところボーリシェビキのプロパガンダの絶大な、 影響力と、中央ラーダの社会主義ポピュリストの無能が来たるべき、結果をもたらすこととなった。1917年10月19日、艦隊司令部の命令により、スボボードナやロシアは、両艦、ボーリャラと共に、ボスポラス海峡へ出撃し、オスマン帝国の軽巡洋艦ミディリ攻撃に向かった。しかし、混沌とした雰囲気とボリシェビキの先導により、 スボボードナやロシアの一部の水兵が士官らを押し込めて、艦をセバストーポリに引き返らせてしまった。スボボードナやロシアの戦場離脱によりボーリアも作戦の中止を余儀なくされ、ミリリの補足は失敗に終わった。この失敗の後、艦隊並びに艦の司令部の努力により規律は大なりこなり回復し、11月14日には、 スボボードナやロシアは再びミディリ攻撃のため出撃した。1917年11月20日に中央ラーダを政府とするウクライナ人民共和国が創設されたことを受け11月22日にはスボボードナやロシアはウクライナ国旗を形容した。ペトログラードにおける10月革命の後、セバストーポリではボリシェビキによる反ウクライナ運動が活発化した。 しかし、スボボードナやロシアの水兵らは、積極的に、ウクライナ人民共和国を支持し、カンは、ウクライナ国旗を下ろさなかった。1917年12月には、赤軍が、ウクライナ領内に侵攻し、ウクライナボリシェビキ戦争が始まった。1918年1月14日には、中央ラーダは、 ウクライナ国家艦隊に関する臨時法を制定し、そこで次のように歌った。ロシアの国会艦隊は、ウクライナ人民共和国の艦隊となることを宣言する。そして、ウクライナ人民共和国は、ロシア政府から国会艦隊並びに、艦隊設備や港湾に関する責務のすべてを引き受ける。しかし、この年の初めに、ボリーシェビキは、クリミア半島を占領した。 しかし、この占領は長くは続かなかった。1918年2月9日のブレストリトフスク単独講話により、ドイツ帝国ら中央同盟国と同盟したウクライナ、人民共和国は湿地を回復し、4月末には、ペトロ・ボルボチャ安大佐の指揮するザポリージャ師団がクリミアを取り戻したが、その時半島からは、赤軍部隊は残らず撤退していた。 1918年4月22日、国会艦隊司令官ムイハーイロ・サーブリン、海軍少将は、クリミアにあるすべての艦船、港湾はウクライナ人民共和国の権力下にあり、よってすなわち、あらゆる必要箇所に、ウクライナ国旗を掲揚すべしとする指令を発した。しかし、ソビエトロシア政府は、国会艦隊のべての艦艇を、セバストポリから、 ノボロシースクを開港することを画策した。しかし、ボーリャとスボボードナやロシアを中心とする多くの艦は艦隊司令官の方針を支持し、ノボロシースクへの出港を拒否した。サーブリンは疑念を持ちつつも、ウクライナ人民共和国政府の代表が到着するまで艦隊をセバストーポリに止める方針を決定した。4月29日。 艦隊司令官の司令のもと、国会艦隊のほとんどすべての艦船、施設、港湾及び要塞が、ウクライナ国旗を掲揚した。これを拒否した、水雷戦隊の一部は、野半に出航し、ボーリャとスボボードナやロシアがこれらの水雷戦隊に対する、威嚇射撃を行った。水雷戦隊は雷撃と戦闘準備の脅しで、これに応じ、結局プロンジーテリヌイ、ケルチ、 カリアークリア以下14隻の艦隊水雷艇、4隻の輸送船、数隻の小型高速艇がのぼろしいスクへ向けて出航した。しかし、翌4月30日には早くもボリシェビキの先導が効果を表し始めた。ドイツ軍が国会艦隊に対して最後通帳を突きつけたという噂を信じた艦船がのぼろしいスクへ向けて出航を試みたのである。 もはや客観的に状況を把握できる情勢ではなく、セバストーポリ湾に入った、巡洋戦艦、ヤウズスルタンセリムと防護巡洋艦ハミディへの激烈な艦砲射撃の中、ボーリャとスボボードナやロシア、艦隊水雷艇デエルスキーだけが出航に成功した。5月1日、3隻はノボロシースクへ到着した。その後半月にわたり、艦の司令部と水兵らは、 ボリシェビキの先導と圧力を受けた。6月9日から6月13日にかけて、サーブリンはレーニンから艦隊をセバストーポリへ返さぬようにとの指令を受け取った。ブレストリートフスク条約の規約により、ソビエト政府は、セバストーポリの国会艦隊をドイツ政府に引き渡さなければならなかったので、ノボロシースクへの残留はすなわち艦隊を沈めよとの指示に他ならなかった。 サーブリンは、異議申し立てのためもスクワへ出航したが、そこで、逮捕監禁され、艦隊代表の任を解かれた。ノボロシースク艦隊の司令官には、新たにボーの艦長であるアレクサンドル・チフメーネフ、海軍大佐が選出された。6月15日、チフメーネフは、レーニンとスベルドロフの、署名入りの、第49号電信を受け取った。そこには、艦隊を、 ノボロシースクで沈めるよう書かれていた。しかしながら、チフメーネフは、この指令の遂行を拒絶した。チフメーネフの支援のため、ノボロシースク艦隊各艦の代表委員からなる、全体会議が開かれた。その結果、ボリシェビキの方針には、全体の4分の1が賛成に過ぎなかった。しかし、チェキストがボリシェビキへ賛成するよう強括した結果、一部の、 艦はセバストーポリへの寄港を諦め、ノボロシースクに泊まることとなった。スボボードナやロシアの司令部もまた、多くの艦船におけるのと同様、艦を沈めずにセバストーポリへ寄港することを指示していた。6月17日、スボボードナやロシアは、ボーリャラ他の艦船と共に、ノボロシースクを出港する準備をしていた。しかし、前夜になって、上院の一部が勝手に艦を、 のぼろシースクに止めることにしてしまった。その結果、艦にはボイラーを動かし大型艦を指揮するに、十分な人員が揃わなくなり、スボボードナやロシアの司令部は艦を見捨てる決定を下さざるを得なくなった。彼らは艦を港に残し、自身らは両艦、ボーレに移動した。艦長のバシーリー・テレメーチエフ海軍中佐は、 艦隊水雷艇ケルチの艦長ブラジーミルクケリエ、艦を引き渡した。このようにして、6月17日には再び、ウクライナ国旗を形容した、戦列艦、ボーリャ、艦隊水雷艇デールスキー、ポスペーシュヌイ、ベスポコイヌイ、プイルキー、グロームキー、ジャールキー、ジボーイが、セバストーポリに向けて出航した。一方、ノボロシースクには、 戦列艦スボボードナやロシア、艦隊水雷艇、ガジベー、ケルチ、カリアークリア、フィドニーシ、プロンジーテリヌイ、カピターンレーテナーント、バラーノフ、レーテナーントシェスタコーフ、スメトリーヴィ、ストレミーテリヌイが残留した。1918年6月18日、ノボロシースクのゼメースワンにて、ソビエト政府の指令が実行された。艦隊水雷艇ケルチが、 スボボードナやロシアへ4発の魚雷が発射し、スボボードナやロシアは撃沈された。ソ連結成後の1930年、水中特別作業調査隊の水中作業員が調査していたところ沈没する、スボボードナやロシアが発見された。スボボードナやロシアは弾薬室に誘爆していた。1930年代半ば。 人間から走行と無傷で残っていた構造及び、官報が引き上げられ、赤色海軍へ引き渡された。亡命ロシア文学作家で詩人のイヴァンブーニンが、ロシア内戦後に、国外へ持ち出すことのできた日記が、の台で交換されているが、その中で、スボボードナやロシアへの言及箇所がある。日本語訳は、佐藤翔子、大家淳子、リフカナ子訳。 ブーニュン作品集後呪われた日々、チェーホフのこと群像者、2003年に佐藤翔子役、呪われた日々が収められている。ありがとうございます。